さあ今回はメルセデスベンツ CLE200 カブリオレスポーツ試乗編ということで行ってみたいと思います。ラブカース TV 川口学です。先日は皆さんにこちらの車の内外装徹底チェックをお届けしましたけれども、非常にエレガントなオープンモデルというところでしたけれども、その走りはどうかというところでお伝えしたいと思います。いやー気持ちいい。あでもこれは本当上出来も上出来、漂うように滑らかにしなやかに。車買ったらすぐ施工シラザン50で、こちらの CLE のカビオレですけれども、走行しながらオープンにもできるということで、このような感じで今実際に走りながらオープンを実現しております。おーいいですね。これができるのがやっぱりいいところですよね。まあソフトトップなんで本当にすぐに開閉できるというところがポイントですので、20秒で開閉できるというものでございます。なので今みたいに走りながらでもオープンにすることが可能ということでございます。で今回のこの CLE の200のカブリオレスポーツですけれども、まあ200というところですから、搭載エンジンは2リッターの直列4気筒のターボエンジンということになります。これはですね、最高出力が204馬力、最大トルクは320ニュートンを発生するというものになっておりまして、まあこれですね、 ISG 搭載モデルということになりますので、組み合わされる9速の AT 9G トロニック、これとエンジンの間にモーターが実は入っていて、これ23馬力と205ニュートンを発生するわけですね。なのでエンジンかけた時もセルはないのでスンとかかりますし、加速していく時もですね、最初のエンジンの反応が悪いところをモーターでアシストしてあげて、でエンジンの美味しいところでつないであげてというのもやりますし、まあ巡航しているところから再加速しようとしたらスッとですね、やっぱり出してくれるというモーターの力をですね、余すことなく使った 48V のまあハイブリッドシステムということになるわけですね。これがまあ最近のメルセデスにはもうほとんど組み合わされているわけですけれども、この CLE の200のカブリオレスポーツにも当然搭載されているということになるわけですね。で実際にまあこうしてですね、走り出して感じるのはやはり CLE の200、これがめちゃめちゃ乗り味が良かったんですけれども、それをさらに上回る乗り味があるというのが大きなポイントになってきます。というのも CLE、 これクーペだったので、まあ、当然ですねルーフがあったわけですけれども、それに対してこちらのカブリオレの場合は、まあ、ルーフがなくなって開口が開いて、まあ、かなり大きな開口ですね、4座のオープンなので。こうなることによってボディ剛性落ちるわけですね。でボディ剛性落ちるんですけれども、逆にですねこの路面からの入力に対してボディがいい具合に、まあ、しなるので、これによって乗り心地の良さがさらに良くなっているというのがあるわけですね。もちろんこの CLE の場合はダイナミックコントロールサスペンション、電子制御のですね可変ダンパーを備えた、サスペンションが組み合わされてますので、それによるコントロールというのもあるわけですけれども、それに加えて、まあ、このボディがですね空いてることによってですね、歪むことによる路面からの入力の吸収というのがあるので、ここがね乗り味の良さをやっぱり生み出している要素になってるんですよね。これは大きいですね。さあ今も再発進した時もですね、一回エンジン一瞬止まったんですけれども、またスッとですね動き出して ISG がプラスアルファを出してくれているということになります。それと今 MBUX でメッセスミーを指定してますので、そこに行くまでのナビが表示されてるんですけれども、この AR ナビで曲がるところは実画像に対してこのように表示をですね入れてくれて、まあ走ってればこの矢印が流れるような感じで動いてくれるというのも一つポイントですよね。これも先進的なねナビシステムですよね。で信号待ちから出ていく時も本当に最初のところがやっぱりスッとこう力が出てくれるので、走りやすいっていうのはもう ISG ならではの部分ですね。それとこの車1900キロあるんですけれども、その1900キロっていう重さを感じさせないところがミソですよね。これもやはり
ISG と4気筒のエンジンが組み合わされているからこそという部分かなというところですよね。車両重量は1900キロですけれども、非常に軽快に走るというところで、まあ、このあたりはクーペの方とも感覚は近いですよね。でもね、本当にね、いいなと思える車になってますね。しかも200だとちょっと物足りないかなっていう感じがどうしてもしますけれども、それほどパワーもないわけじゃないし、全然満足できてしまうものがあるかなというところですね。さあ、そしてこのようにトンネルに入りましたけれども、アンビエントライトが美しく光っております。アンビエントライトを赤にして、このような感じでアンビエントライト今赤にしましたけれども、これが新たに備わったジャストトークという機能で、いつもだったらハイメル選手言ってたんですけれども、これは言わなくてもこのようにコントロールできる、これがジャストトークという機能なので、これで例えばエアコンの温度を下げて、今18度にしてくれました。このような感じで、やっぱり、まあ、今まではハイメル選手はもう口癖みたくなってましたけれども、それがなくなるだけでだいぶ楽にですね、コントロールしてくれるんだなっていうのがすごくよくわかる、そんなシーンでございます。このジャストトークが入ったのも今回のトピックということになります。いや、それにしてもね、この本当にね、気持ちいい加速が実現されてるんですよね。なんかこう穏やかなんだけれども力がある、まるでなんかこう大排気量のエンジンの車を運転してるかのような、そんなですね感覚があるというのがミソですよね。で、今も信号待ちからスタートしたところで、本当にこう力がですねスッと出てくれるドライバビリティの高さというのがあって、これもたまらなく良いものになっておりますね。いや、この乗り味は本当超絶いいですね。これは癒される。まあ、私あの仕事柄いろんな車にね乗ってたり、いろんな車を買ったり持ったりもしてますけれども、もし1台とかでなんか自分のためだけってなったら、これ相当いいですね。これか、まあ、SUV かどっちかみたいな感じになってくると思いますけれども、これパーソナルで乗る乗り物としてはもう最高の1台ですね。いや、これは幸せだわ。相当いいです。あ、そうだ、エアキャップも試さないといけないですね。エアキャップオンするとこのように後ろと前のここが上がってきて、風のですね巻き込みがさらに少なくなるというものでございます。これもね、いい効果を発揮してますね。なんかこれ200だからやっぱりいいのかなっていうところはあって、もちろんもっと大きな排気量のエンジン、パワートレイン搭載したモデルっていうのも、まあ、今後出てくるでしょうし、まあ、クーペではすでに CLE の合算が出てきてますけれども、そういったものが入ってくるとパワー的な余裕っていうのは生まれるんですけれども、逆にですね今度はスポーティーに過ぎるっていうところになってくるわけですよね。そうすると、まあ、足が硬かったりとかっていうところも少し気になったりしてくるんで、その意味においてはやっぱりこういう通常モデルの方が全然やっぱりいいですよね。なんかこうまろやかな感覚があるというか、そこがすごくいいところですよね。なんかね、本当にあのエンジンパワーの不満が全然ないし、モードも今通常モードなんですけれども、これ S にして、じゃあ S で、はい、まあ、S にすると多少音が良くなって、まあ、月もですね良くなるというところありますが、それにしなくて全然いいっていうふうに思える、そのぐらいエレガントなこのカブリオレの世界をですね作ってくれてるなっていうところですよね。なので、まあ、もちろんたまにねスポーツにするのもいいかもしれないですけれども、基本これはコンフォートでいいし、 むしろ E でもいいんじゃないかっていうねくらいのものですよね。そのくらい、まあ、いい雰囲気の乗り味が生まれてるなっていうところですね。いやー、気持ちいい。そしてエアキャップ結
構効いてます。風の巻き込みは相当少ないです。まあウィンドも立ててるんで余計ですね。これリアシートは結構きついと思いますけれども、フロントに座ってる分にはもう全然いいです。それとこのフロント4リンクリアマルチリンクの、まあ、新世代のですね、このアーキテクチャのやっぱり足回りは、まあ、C クラスなんかも良かったですけれども、この CL になるといいですし、まあ、最初にも言いましたように開口してるからこそのボディのうまいしなりが加わったことによる乗り味の良さというのがですね、本当にうまく効いてるなっていうところですよね。なので本当に綺麗に漂うように滑らかにしなやかに走っていくこの感覚というのがもうたまらないなと思えるものになっております。本当ね、なんかね、無理がなくていい、踏ん張らないし穏やかだししなやかだし実に気持ちいい、この CLE のカブリオレにふさわしい世界観が走りでも実現されてるなっていうところで、これね、昔の SL 持ってきてもこんなにしなやかには多分いかないと思うんですよね。なので最新のテクノロジーがあるからこそ生まれているこの本当にまろやかな乗り味がここにあるなっていう感じがしますよね。いやでもこれは本当上出来も上出来、相当いい仕上がりです。当然1000万超えてくる車で高いので、まあ、こういう言い方もなんですけれども、まあ、スポーティーな AMG モデルのこういうクーペとかカブリオレももちろんそれはそれで魅力あるんですけれども、こういう通常モデルの200とかでもね、そのカブリオレでこれでいいんですよ本当に。まあこれがいいっていう感じですけれども、そのくらい完成された走りの滑らかさ、あいかにもメルセデスだなって思えるこのゆとり豊かさ、そういったものが存分に感じられる車に仕上がってるなというのがこの CLE のカブリオレスポーツ。これは僕ね久々に相当に気に入りましたね。なのでまあ今たくさんいろんな車をその所有しているので、あえてこれっていう理由が見つからないですよね。オープンだったらもっと本当にあのスパルタンオープンにしちゃっていいかなと思うので、セブンあるし、まあクーペだったらもうちょっとあの楽しく走れるやつがいいかなっていうところで BRZ とかがあったりとか911があったりするので、まあ用途を分けちゃうとこの選択肢にはならないですけれども、1台でなんかこういろんな良さを味わうっていうところから考えると、この CLE のカブリオレは本当にもうパーフェクトな乗り物って言っていい、そんなですね仕上がりになってるなというところですよね。いやーいいです、本当にね、しみじみと良さをこう味わっている、そんなですね状況がまさに今というところでございます。でまあ4850なんで結構大きなサイズのクーペカブリオレですけれども、こうやってですね街中で乗るとそんなにやっぱり取り回しづらさなんかも全然感じないし、全幅も1860ですから最近の車にしてはやっぱりそんなにワイドな方じゃないですよね。なのであの扱いやすさっていうのはすごい高いし、もともと FR のメルセデスですからハンドルもめちゃめちゃ切れるので、そのあたりもですね全く苦にならないという感じですよね。今日は気温も35度で、さっき走ってる時は日が陰ってたんですけど、今ちょうどこの高速降りた状態でですね、日がだいぶ照ってきて相当にじりじりとしておりますので、ちょっとここ曲がったらですね走りながら屋根を閉めていこうと思いますので、こんな感じで、はい、走りながら屋根を閉めております。このギミックもねちょっと目立つ感じかなっていうところですけれども、はい、これで閉まりました。閉めるとこの静粛性とね気密性の高さ感じていただいているでございましょうかね。まあ、これだと本当にクーペっていう感じですし、まあほとんど多分その都会で乗ってる分には屋根閉めてる方が多いと思いますので、その屋根閉めてる状態
がこれだけ静かであればだいぶその納得感あるなっていうところですし、まあ、このモデルクーペとカブリオレがありますけれども、これだったらクーペじゃなくてカブリオレ買って乗ってるのもいいかなっていうところでしょうね。で普段はもうほぼほぼ閉めたまんまにしておいて、本当にちょっとした時に開けるっていうですね、そんな使い方ができるのかなっていうところですよね。ほら閉めるとね、下界のノイズが全く聞こえなくなってくるので、もうクーペと変わらぬ感覚でございます。でやっぱり閉めるとある程度の剛性が確保されるので、それによってまた乗り味もちょっとクーペっぽい感じの乗り味に変わるというところですよね。今はね救急車が通ったけど音がそんなに入ってこないし、普通の車並みにしか入ってこないわけですから、そう考えるといかに気密性が高いかも分かっていただけたのではないかなと思います。というわけでですね、この CLE の200のカブリオレスポーツ乗ってきましたけれども、これは上出来。そしてクーペもそうでしたけれども、クーペよりもさらに大人な乗り物だなという、本当に豊かな雰囲気と味わいを持った1台でございました。まあ、やはり1000万を超えてしまいますけれども、このくらいのですね豊かさを提供してくれるなら致し方ない部分かなというふうに感じます。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そんな思いでラブカーズ TV は動画を制作しております。そしてこのような動画制作のためには皆さんの応援が欠かせません。応援の方法としてはチャンネルの登録、動画への高評価などありますので、ぜひとも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車、別の動画でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。